はるばるようこそ。また会ったな、すべての元凶さんよ。あなたが最初にテレビに入る、そして噂待ち。一つだけ思い違いをしている。君らが確かにあれは人だが、人間の持つ抑圧された心と、それを覗きたい周囲の人、見せたい存在と見たい存在がある。それ、メディアで注目された人間を覗きたいと、みんな真夜中テレビは、そまして見たい相手が心の中の世界に来てたなら、より鮮明に見えてくる。そうか。じゃあ何よ、あんたは噂が広まったのも、人間、全ては君たちのた、人間は簡単には分かり合えないもの。そして生きているうち、しかし人間は他者との比較を繰り返すことでしか自分を定義できず、そして君たちはその好奇心、言ったはずだ、君たちの望みは。そうですね、確かに人間の大半は。でもあた、そんなん受け入れてたらな、真実とか自分がな、仲間、その通り、私たちはこれからだから、何も見えねえ。え、ちょっと、でかっ。バカ、これくらいどうってことねっつーの。前夜祭にはちょうどいいよな。おう。最後の仕上げだ。真なのに君たちは役者の部を超え、さあ身をもってし、いや、ならば来るがいい。ママよ、頼む。ペルソナ、行くよ。花の皮、映りに来るもいたずらに。どうした？
ドラ。くっ、
それはあらゆる虚飾を払い、真実とはあなたの行く先に。君たちがどれほど小さな存在か教えてあげよう。私たちの未来を守る戦い。ここまでた力で私、気をつけて、今までの日じゃないよ。ペルソナ、くっ、いい風が来たぜ。行くよ。シンクに染まれ。頼むぜ、ペルソナ！ペルソナ！先輩、防御力が下がってるよ。ペルソナ！シンクに染まれ！君たちの舞台はもう終わったんだ。遅い！
ークに染まれ。さよならだ。死という現実を受け入れるんだね。させるか。幕切れになるなんて。ダメ、起きて。ここまで来たのに。お前に会って俺まだいけるさ。そうだろ相棒。